本日の、秘密保護廃止実行委員会と共同大の実行委員会の共同開催の学習会と、いうことで、約、1時半から3時半2時間にわたって、院内学習会を開催していきたいと思います。冒頭は主催者挨拶として岩崎さん、すいません、よろしくお願いします。労働会議という共謀罪の実行委員会の、構成団体でもあります。そこで準備をしております、岩崎と申します。私自身は民放労連の出身なんですけども、まあ、メディアで働く労働組合の集まりですけども、昨日付でですね、私の議長を出している新聞労連が首相官邸の質問制限に抗議するという声明を出しました。これは特定無記者っていうのは東京新聞の望月美沙子記者の話なんですけど、望月さんが具体的には沖縄の辺野古 の埋め立ての問題について官房長官会見で、質問したところですね、その質問が、事実誤認に基づくということでですね、端的に言えばその質問をある種こう制限するような申し入れを内閣記者会に対して出したということに対して、新聞労連が抗議の声明を出したということなんですけども、その望月さんの質問 の根拠が事実誤認だということも、むしろ政府の方が事実誤認してるんじゃないかというふうに言われるの、いわゆる赤土の成分がどのくらい含まれているかというようなことについての問題だったということなんですけども、ことごとさように今の政府は例の統計データの不正の問題もそうですけども、事実をごまかしたりですね、改ざんしたり隠したりということをですね、続けて私たちに必要な情報を流通させないようにしているという状況だと思います。でその一方で、今日これから石村先生のお話もあるかと思いますが、私たちのプライバシーを含む情報はですね、私たちに何の断りもなくですね、勝手に収集されて利用されているという、この情報化の時代において私たちの情報をですね、民主的にコントロールするというのは私も基本的人権の保障に関わるような重大な問題だというふうにますますなってきているんじゃないかと思います。取材報道する立場からするとですね、個人情報保護とかデータの保護っていうことは場合によってはちょっとこう利害が衝突する側面もあったりしてですね、個人情報保護を理由にこう取材を拒否されるっていうケースが結構実態としてあったりしますので、なかなか難しい問題ではあるんですけども、やはりその情報をいかにですね、民主的にですね、コントロールするかということについてはですね、共通の問題として私たちも追求していきたいと思います。で今のそのビッグデータをですね、どんどん収集されて利用されている実態、これに対して私たちがどのように戦うかということでですね、私も今日学習を深めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いします。前にですね、国会議員の、立憲民主の有田芳生議員がお見えになってますので、ご挨拶をいただきたい。お疲れ様です。立憲民主党の沖縄県連の代表もやっております有田芳生です。昨日も沖縄に行ってまいりました。で今朝の沖縄タイムズの一面トップで、やはり情報の問題がスクープされておりました。で何が起きたかというと、ネット上で、これは本土でもずっと続いておりますけれども、個人に対する匿名による卑劣な攻撃が行われている。それに対してどう対処していくかということは、これはもう多くの方々が悩んでいて、その匿名の人物を特定するということがもう非常に困難なんですよね。プロバイダーに依頼をしても、あるいはツイッターに依頼をしても、フェイスブックに依頼をしても、なかなか難しい状況の下で弁護士さんなんかの力を借りて、時にはアメリカなどにも連絡を取って、それでも誰が誹謗中傷、名誉毀損、ヘイトスピーチをやってるかわからないと。でそのことは沖縄のある在日の方が動いて、で結果的に検察が罰則を与えたという、初めての名誉毀損であるというのは初めてのケースだったということが、今日の沖縄タイムズでは1年トップの記事で、今日の先生方のお話も私もとても関心があるというのは、
まあ、グローバル化グローバル化って言われた時に、あの日本から例えば中国韓国なんかに出て行って、まあ、そこで企業活動をやるという、まあ、そういう段階だったのは一挙にそれがあの情報というものに結びついて、まあ、いわば言葉として言えば高度国防情報国家みたいな日本ができてしまった。でそれは日本だけではなく、あの世界中に広がっていって、まあ、皆さんご案内のようにもう今米中が情報をめぐって、あのいわばカッコつきの戦争のような状況が起きているという、まあ、それだけ大変な世界的な変化の中で、今日のご案内を読ませていただいてびっくりしたんですけれども、 Google、Apple、Facebook、Amazon、GAFA、 これで全人類の約8割の個人情報を握っているという、まあ、これがあの漏洩するようなことになれば、これはあのプライバシーの問題だけではなくて、より深刻な事態が起きてくる、そういうあの驚くべき時代に入ったんだなというふうに思います。そして、私の立場からあの一言だけお伝えしておけば、あのこういったあの EU の一般データ保護規則を読み解くというテーマに絡んで言えばですね、あの EU、ドイツなどは例えばネット上の人権侵害、ヘイトスピーチなんかに対しては非常にあの先進的な取り組みをやっておりまして、例えばあの EU、ドイツなどでヘイトスピーチがネットで明らかになった、まあ、そのことをすぐにプロバイダー、ツイッターなどにですね、知らして、これはあのおかしいじゃないかと、差別の扇動だということを知らせると、24時間以内に削除しなければいけないという、まあ、そういう法律はもうできてるんですよ。ところが日本はもう野放し状態のまま、本当にあの攻撃され、名誉毀損を受ける、そして誹謗中傷を受ける人たちがあの我慢をせざるを得ないという状況が続いております。で EU、ドイツなどでは24時間以内に削除をせよと言って、そのプロバイダーなどが言うことを聞かなかった場合には最高ですね、日本円にして54億円払わなきゃいけない、そこまで徹底していることがもうすでに起きてるんですよね。だから私たちの日本というのはそういうプライバシーの問題、ヘイトスピーチ、人権侵害の問題についてはとてもとてもあの人権後進国のままだというふうに思います。今日皆様方があの学ばれる内容っていうのは本当に日本でのこれからの先進的な課題だというふうに思いますので、いろんな形でマスコミの世論を高めながらも新しい方向を目指していかなければいけないというふうに思っております。私たち立憲民主党としては、あのネット上のヘイトスピーチをはじめとした人権侵害に対してどのように対処していくかということで、去年からあの議員立法を準備しておりますので、それはあの与野党を超えた課題ですので、そういった新しい方向性をこれからも努力をしていくつもりです。今日先生のお話伺えないまま退席せざるを得ないのは申し訳ありませんけれども、とにかく繰り返しますけれども、皆様方が今日学ばれる課題っていうのはもう日本だけではなく世界的に先進的な課題だろうというふうに思います。これからこの問題がどんどん社会でも広がっていき、新たな解決しなければならない課題だということになることは明らかですので、どうか皆様方の今日の勉強会を本当に充実したものにいただいて、また国会、地方議会とも結びつきながら新しい日本を作っていこうということを お互いの課題として、お約束させていただき、挨拶に返させていただきます。これからも一緒に頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。紹介をくれたんですが、今日の院内集会の司会は私宮崎が務めます。私は京都ローマいらないネットのメンバーで、実は1月の15日に、西村さんをお招きして、マイナンバー制度をテーマにやはり1時間ぐらいお話をいただきですね、で今日またその時もちょっと私が司会をやってまして、今日石村さんの方からお前たちのグループは人材が枯渇してるんじゃないかっていうまた同じあんたが司会なのかっていうふうにちょっと言われましていやそんなことないですよって、私の尊敬する石村さんが今日お話になるときに司会をやらせていただくのは大変光栄なことですって言いましたら笑っていられましたけども、まあ
最近やはり情報や個人情報をめぐる動きというのがやはり凄まじい勢いでいろんなことがやっぱり起きてきてるなと、そういうことをどういうふうに私たちが整理して何を問題にしていかなきゃいけないのかということを、そこをやはりきちんと今日も考えていくというのがかなり難しいことなんじゃないかというふうにつくづく感じてます。で2月の20日から皆さんご存じのように総務省は IoT 機器、特に私たちの家庭等にあるですね、コンピューターを使っているような機器が安全かどうかということで侵入実験をするというふうに言ってます。つまりパスワードを1111だとかそういうふうに破られやすいようなパスワードを設定しているようなものについてはこれは危険であるということで警告を発していくと、つまり利用者を保護するために侵入するんだというようなことを発表しています。これ私たち何の同意もなくですよ、同意嫌だっていう嫌かいいかってことを抜きに総務省が勝手にそういう実験をこうすると。でこの事態もですねもう報じられてはいますけどもかなり大問題じゃないかなっていうふうに思っています。ですいわゆる T カードの T ポイントの問題等に見られるような、まあ、企業の側から、私たちの情報というものを取ったものを全く同意なく警察の方に、令状なしに、まあ、提供するというようなことは、これは T カードだけではなくてですね、さまざまな今民間企業がやはりそういうようなことが行われているというような状況も含めてみると、最近のそのやはり個人情報、私たちの個人情報や情報というものが、扱われ方というのが私たち知らないうちにさまざまな形で集められ、それが利用されるという時代にこうなってきていると。そういうことでいうと今日の主催の団体もそうだし、マイナンバーについて反対している団体もそうだし、監視問題をやっている団体もそうですけども、今割とそういう情報をめぐって問題意識っていうのが同じ基盤に立っていろんな問題が考えられるようになってきたんではないかなっていうような感想を私はちょっと持ってます。で特に今日の GDPR っていうのはパッと目に見ると非常に EU の問題であって私たちと 何が関係あるのっていう、そういう気持ちを持たれる、一般的にはお持ちではないかなというふうに思うんですが、ぜひこの厳しい GDPR のその内容をちょっと石間さんに細かく、まあ解説していただく中でですね、いかに私たち日本の個人情報保護法制委員会っていうものが全く私たちの人権を守るようなそういうその法律や機関になっていないかということが逆にあぶり出されてくるんではないかなというふうに、今日は石間さんのお話をぜひ期待して聞かせていただいた上で、なおかつ時間を結構取りますので、基本的なところも含めて皆さんの方から質問や意見、これをどんどん出していただいて、で今日はよく分かったと、こういう点が分からなかったのに今日来てここなるほどよく分かったというふうに納得して笑顔でお帰りいただけるように努めてもらいたいと思います。なんか諏訪湖みたいなふうになってしまいますけど、まあ、一応これからですね、まず1時間、このテーマでもって島田さんにお話をいただきますが、資料24ページにわたってこれカラー図になってですね、非常に分かりやすくできてます。この資料を持って帰るだけでもすごく価値があるなというふうに思っているんですけども、まあ、ぜひこれに基づいて1時間という短い時間ですが、石間さんよろしくお願いします。ただいま紹介いただきました、ただいま紹介いただきました石村でございます。まあ、私は、まあ、どちらかというと専門は税金なもんですからですね、データの問題が専門というわけではないんですね。ただ、まあプライバシーインターナショナルジャパンというですね組織を先に喋った方がいいですか。はい、だって福島議員に時間長くなるから、ご挨拶いただいて、じゃあ今日話を聞きに来たので、はい、聞きたの、あ、じゃあでも、はい、どうも皆さんこんにちは。先ほど銀会館前でも話をしたのでちょっとダブルところもあるんですが、ぜひ外国でどのように EU で一般データを規制をしているか、
勉強したくてやっていきました。で今さっきも話しましたが T ポイントに関して令状をなくしてそれをもう捜査当局に提供していると、とするとその人のレンタル履歴や何を買っているかどういう本を買っているか全部分かっちゃうわけですよね。でそれはもしかしたらそのえっていう人のっていうのもあるけれど、この人が被疑者になる可能性があるという形ででも行われるかもしれない。令状なくして民間センシティブ情報も含めて全部捜査当局に行っているというところが本当に問題だと思います。で最近も新聞報道で iPhone に関してロックを解除するのに、その令状を取らずにもう民間に任せて提供してもらってるっていうのも非常に問題で、やっぱりこれはきちっと令状を取ってやるべき問題だと。で令状が必要かどうかっていうのは、裁判官がかなりスルーするとは言うものの、やっぱりそれは令状が本当に必要だというふうに思っています。全く違う問題ですが GPS 操作で令状なくして GPS つけてやるのが違法であるっていうのを違法、違憲まで行ったんでしたっけ、ちょっとすみません、最高裁、違法ですね、最高裁が違法と言って、それはやはり諸外国の判例の例などを参考にしたからだと思っています。で個人情報保護法は極めて問題のある法律で、この法律を案を議論する時の特別委員会にいたのですが、まさに行政が私人の情報を本当に使うことに関する規制がないという点が本当に問題で、まさに個人情報はむしろ行政から侵害される、捜査当局から侵害される、公権力から侵害されるという視点がない。もちろん民間と民間のところももちろん問題で、パスモに関してそれはビッグデータにすると言って、ビッグデータというか原宿で降りるのは何歳どこから来てる、埼玉なんていうかというのをしようとした時にそんなのは規約に入ってないということで一応それは頓挫になりましたが、あれは個人名というよりはあれですが、まさにいろんな民間の中でそういう情報がダダ漏れというか本当にビジネスとしても使われることも問題だったり、医療情報ということももちろん医療ビッグデータも私は非常に危険だというふうに思っているんですが、生情報を一旦あるところに集めるんですが、その生情報は一体不当に取り扱われてないかという点も私は心配しているんですが、今日のテーマは公権力が令状なくしてセンシティブ情報も含めて日本は本当に取っているということに関して諸外国はどうか、日本でもこれは規制すべきでないか、現実はどうか、実は現実はどうか、日本でも規制すべきだ、個人情報法も改正すべきだという点で国会の中でしっかり取り組んでいきたいというふうに思っています。 GPS 操作も最高裁で違法となった理由は諸外国の判例もあるので、EU の一般データ保護規制を今日は勉強したいと思います。よろしくお願いします。参議院議員福島みずほです。ありがとうございます。本当に時間がなくなりごめんなさい、すいません。皆さん英弁なんで僕の方はあまり話すのがうまくないですけど、お許しください。今日お話しするのはですね、多分普段私は市民団体としてプライバシーの問題をやってますが、今日話しするのはですね、どっちかというとちょっと学問的な問題もあるんですからですね、難しい感じを受けております。で私の年の子供が大学の法学部行って女の子なんですけども、先日ちょっと来たもんですから、これ読んでくれ見てくれって言ったら全然わかんないって、何がいけないって言ったら字が多すぎるもう図だらけにしないと、これ朝のテレビの方が絶対わかると言われましたもんですね。ちょっと今日かなり図入れたつもりなんですけど、字を書いちゃいけないっていうふうに22歳の方に言われましてですね、と思いまして、それでちょっとお話をします。ちょっと小汚く書いたんですけどですね、問題はですね、こういうことですよね。私たち先ほどの福島議員も言われましたけれども、現実空間、つまり私たちこう生きてる空間で、やってきて、それが中心の社会
だったんですね。ですから例えば先ほど言ったように物を買いに行くというとデパート行った、店舗行った、それから市役所行った、学校行ったと、こういう形で、でこれに関してプライバシーがどうあるべきかとか、情報がどうあるべきかということが議論されてきたわけです。ただそのこれと違ってそのサイバースペース、サイバースペースっていうのはいわゆるそのまあ電脳空間とか訳されますけども、いわゆるそのネット空間ですね、私たちの目に見えない空間があるもんですから、目に見えない空間のプライバシーの問題どうするかっていう問題が新たに出てきているわけです。ただこれに対して日本の場合はですね、対応がものすごく遅れてまして、ここについて、ここについてどうするかということが、いわゆるあの GDPR はですね、いわゆる G というのはジェネラルですよね、データプロテクションレギュレーションというね、このがじゃあこれに対応しようということでやり出しているんですね。ところが日本の場合、心の場合が遅れてますから、これを今どうするかで、ですからで、ここで一つ特徴というのはですね、現実空間というのは国境があるんですね、国境がある、ね、国境がある、国境がある、こっちは国境がないんですよね、国境なし、国境がないところのサイバースペースっていう、つまりネットの空間でコンピューターとインターネットで結ばれた空間に対して国境がないもんですから、国境のないところにどこの国がどういうふうに規制するかということができないわけですよ。だからそうするとさっき言ったようなGAFA って言ってですね、この4大、まあ、ネット企業 IT 企業ですね、日本では一応デジタルプラットフォーム企業って省庁では今新しい概念を持っていますが、プラットフォームですからそこにこうつく、そのいろんなところに結びつくその、ところをそのに、ところがネットがないサイバースペースをどう規制するか、そこにまあ挑戦したのが、まあ一番先に挑戦したのは EU のですね、今日お話をする、ここでお話をするですね、一般データ保護規則 GDPR GDPR の G っていうのはジェネラルっていう意味です。で、ジェネラルということは一般法という意味です。ですから、この他に医療とか特別法が出てくると、ですから、これはもうあくまでも一般法で、まあ、市民団体の人が一般法じゃなくて包括法だとかっていう、包括ではないんですね。コンプリヘンスみたいなんです。一般法なんです。ですから、この他特別法がですね、医療とかそういうもので、新たに作られる可能性もあるし、ということで一般、そのデータ保護規則っていうものをですね制定して昨年の5月に実施をしたと。ですからじゃあここでどういうことかっていうと、その大体その GAFA っていうね、 Google とかですね、それから Amazon とかですね、 Facebook とかですね、そういう大きな 4社ですよね、4社で大体全人類の8割の個人データを独占してるんですよね、だから我々が Facebook とかなんかこう使うと、もうどん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 個人データが蓄積されると。それで8割ってことはこれは凄まじいですよね。だから結局日本がいろんな法律作って対応しようとするんだけれど、どこに本拠があるか、だから国境がないんだから、だから国境があれば日本国内で独禁法を適用するとか何とかできるんですけど、国境がないところに独禁法を適用するとなると、いわゆるエクストラテリトリアルアプリケーションの独禁法になるわけで、ですから域外適用ってなるんだけど、独禁法の域外適用なんてのはよっぽど日本の組織が、公正取引委員会がよっぽど人員を1000人ぐらい持ってやればできるかもしれないけど、なかなかできない。で、一つの規制方法としては、だから今言ったような、独禁法を使う。独禁法を使う。ね。独禁法。それから、
もう一つはですね、個人情報保護法を使う。保護法を使う、ね、もう一つはですね、デジタル課税。でデジタル課税って言うと、私はあの税金専門ですから、本当はあのこれの方が一日説明してもよく説明できるんですけど、デジタル課税ってどういうことかというと、今私たちこう郵便で出しますよね。そうすると消費税かかりますでしょ。切って買った時に 8% なり、何パーセントか含まれてますから。ところがネットであのメールを出すと消費税かからないですよね。じゃあこれは現実空間での郵便局を使うのとネットを使うのでは不公平ではないかと。課税の公平をするためには、それじゃあそのネットでメールを出すたびに 8% 取ったらどうだと、まあ、それが要するにデジタル課税の、簡単に言えばですよ、簡単に言えばいろんなものがあるんですけどね、そういう考え方ですよね。そうするとあの郵便局は潰れなくて済むし、ね、それから税収も入ってくるということになるでしょう。ところがあの市民団体の人たちはやっぱりあの郵便局がみんな仕事を守らなきゃいけないと言いながらも一生懸命ネット使ってるんですよね。この仕事を減らすために自分らがこうやってるような感じで、だからそこのところをどうするかって問題がある。であの一応ですね、あのこういうそのガーファとかこういう企業っていうのは、まあ、ね、経済自体がネット経済化してる。つまりもう要するに 今までは店舗行って物を見てたんだけど、ホームページを見ればもう全部見られちゃうという形ですよね。そうするとネット経済、それからデジタル経済って、もうデジタルっていうのはあの電子化した情報ですね。今までは紙でやってたものは全部デジタルになってしまう。それからデータ経済というのはですね、大量にデータを保有した企業がナンバーワンになれると、ここのところでもね。だからそうすると要するにガーファこういうね、 Google とかこういうところが全部やるとなると、これデパートに人が来ない、それから店舗にも来ない、市役所も本当はもういらないと、それから大学なんかもですね、こうやって豪華な施設作ってね、もう子供の遊園地みたいな大学なんですよ、ね、そんなものももういらないと、ネット大学ですね、ただじゃないかと。いやそうなんですよ、結局だからね、私の大学でいやインフルエンザ流行った時にね、もうネットでね授業取れるようにすればいいじゃないかと、こうやって集まるからインフルエンザになってるネットにすればインフルエンザなんかないんだから、みんなカーチポテトを食べながらこうやって授業を聞けばいいのに、なんでそれに走らないっていうとムニムニムニって言ってるんですよね。だから そこのところの問題、だからここの新しいこういう経済を出てきたところがもう本当にそのガーファとかに似ちゃってると。だからこれに対してどうするかというのが今日本の課題なわけです。こう説明すれば分かるよね、うん、でこの説明がね、ちゃんと紙に書かれてないってね、もう上の子供に怒られましただから今だからやろうとしてるのはね、そのじゃあ独禁法でやるデジタル課税もどうするかって、イギリスとかドイツとかデジタル課税でやりますと言うんだけど、日本の場合は独禁法とかそういうものでやろうとしてるんですね、うん、で個人情報法でふにゃふにゃって言ってる。なぜ、これ簡単なんですね。個人情報保護法ということは個人に権利を与えることなんですよ。だけど役人から見ると個人に権利を与えるなんてとんでもないんですよね。だからここのね、1ページのところでね、ガーファンの一番初めに書いてるでしょ、プライバシーファーストだとね、EU 市民はガーファが与えられた個人データの自己コントロール権を武器にガーファと果敢に戦えと。で EU の考え方っていうのは、個人市民に対して武器を与える。武器っていうのは個人情報の要するにプライバシーを与えて、それで戦えと。だから個人にあらゆる権利を与えるわけですよ。例えばDM を拒否する権利とか、それから忘れてもらう権利とか、
そういうものを全部認めていく。それでどういうものを認めてるかっていうと、ちょっと見てください。カラーズレベルがよくできてるかしら。私もまさかカラーで出てくるかもしれない。ちょっと待ってください。ここにあります。13ページを見てください。で、今ちょっと時間を一生懸命はしょってるんで、ごめんなさいね。それで13ページの図表の差を見ると、そこにですね、データ主体はいつでも個人データの取得、した同意をいつでも撤回できるなんて書いてますね。ということは、要するに個人市民に武器を与えてるんですよ、ね。それから、ね、データ主体は自己データにアクセスする権利に加えて、データ主体で忘れられる権利、つまり削除権を認めると。だから日本では埼玉地裁が忘れられる権利とかちょっと認めたりしてるんですけど、日本はもう全然認めてませんから、そうするとこういう権利を認めてるんですから、個人は武器でにして、忘れてもらう権利を武器にしてぐぐっと戦えと。だから要するに市民に武器を与えるなんて日本の役人から見るととんでもないんですよね。絶対嫌なんですよ。だから個人情報保護法の改正をやっても、これはもう全然違うところでやると。何をやるかというと、例えばこういうガーファのようなところで何にもその拠点を置かないで、だって国境がないんだから拠点を置く必要ないでしょ。だって私だってアメリカのデータベースにアクセスする、何のデータがアクセスするって何も国境ないわけだから、でそういうところに対してなんかその代理人を置きなさいと、日本でなんかビジネスをやるときはね。そうするとそれを、個人情報保護に代理人を置くような仕組みを作りなさいとか、そういうことはやるんだけど、ここでいう人権については一言も触れてない、ね。それで次にですね、プロファイリングと自動処理のみに基づく自動意思決定を規制するために、自動処理のみに基づく決定に服さなくても良い権利。これどういうことかというとね、データ商法でバン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 やるんですよ。今これネットでもそうですよね。今度共通番号使ってねやると、その場合にですね、ただしここに書いてるようにね、法律に基づくとかそういう場合に本人の同意があるとか、こういう場合は OK だって書いてますけど、しかしもう一方でですね、このことがプロファイリングを含む自動化された決定に際して、実施主体というのは、自治体とかね、そういうところはその事前にデータ主体にその内容を通知することが求められるし、また自動処理のみに基づく決定に服さなくても良い権利の侵害がある場合には、そのデータ主体というのは個人ですね、は監督官に苦情の申し出せをする権利と、それから監督官や自治官に対して司法救済を求める権利とか、こういう権利を保障しているわけですね。だから今だと今度、ね、いわゆるその住基ネットみたいな、いわゆるなんだ、マイナポータルっていって、その いわゆる中間データベースでこうデータ照合が始まるうまくいってるのかどうか分からんけど、一応制度的に始まるんだ。で始めたとすると、それに対して法律に基づいてやってますから、クレームは言えないんだけど苦情は申し出ない。ところが EU の場合ですよ、日本の場合できない。なぜできないかというところをちょっと紹介しますとですね、これは日本のデータ、いわゆる16ページのこの真ん中16ページちょっと見てください。そこ見ますとですね、 EU のデータ保護規制と規則と、それから日本のですね、データ保護の規制があるんですね。データ保護って個人情報保護ね、日本の場合は3階建て、そして EU の場合はですね、今16ページのところ見てますか、16ページの下の方でですね、EU の場合1階建てなんですね。1階建てっていうことは個人情報保護の監督機関の規制権限とかが全て、その全部のところに及ぶ、官民全体に及ぶっていう考え方なんですよ。日本の場合は官にしか及びませんから、民にしか及びませんから、官はできない、官に対してですね規制をかけるかでできないっていう仕組みになってますから、今回いわゆる地方税の住民税の通知書ですよね、企業とかに対する
特別な受給者に対する企業に対する通知書もですね、それに対して何でこんなことをね言われて、いや私たち権限がないから、あの個人情報保護委員会の職員が言うんですよね、権限がないからないんですよ。日本の法律っていうのは個人情報保護委員会っていうのはこのその1階建ての民間に分野に適用にあるところしかないから他に行かない。ところがその EU のデータ法は公民官民ですね、双方に適用になる法律になってますから、ですから規制機関はその官のものに対して聞けるということは、先ほど言ったようなそのデータ照合をして、それにやっぱり法律に基づいてやってるんだけどやっぱりこれおかしいという時はそれに対して苦情申し立てができるという形になるんですよね。だから一番の問題というのはまず日本の、今個人情報保護というのは法制というのは3段階になってますけど、これをどうするかという問題があるんですね。あ、ですから3段階にしてもその、その個人情報保護委員会が法律を改正して2階建て3階建てのところに一定の苦情申し出があった場合には介入できるというふうな仕組みにすればそれはあのできるんだけど、今のところはできませんから、だからもうあれでしょう、今いろんな自治体でですねそのデータ処理を再委託していると、再委託してこれはもう何の同意もなくですねやってますから、もう違法なんですよね。あらゆるところで違法行為がやってるんだけど個人情報保護委員会は全くアンタッチ、なぜかというと個人情報保護委員会はこの2階3階にはタッチできないというところの法制になっているからですね。ですからあのこのオムニバス方式といってですね、全体にこう規制権限が及ぶ、あるいは、3階建てであってもそのできるだけ、個人情報保護委員会とか規制機関が3階まで、浸透できるような仕組みに改正しない限りはですね、ずっともう役所はですねもうあのやりたい放題になる。でもじゃあ個人情報保護法を改正してこの外貨対策をやるかというとですね、そんなことは一言も出てこない。なぜ絶対やりたくないね。だから総務省とか役所が握ってるわけですから、まあだからそこは議員立法でどうするかっていう問題があるんですけどね、ですから政府立法で出てくる限りはもう行政は絶対こんな個人情報保護法でその市民に武器を与えるとんでもないなんですよね。だからそこをどうするかね。だからまあ日本人って戦ったレシピって中では一生懸命戦ったんだけど、外とあんまりちゃんと戦うけど負けるけどあのまともなものがないんで、だから なんていうんですかね、あのヨーロッパはもう自分ら武器持ってるってもうあの人民戦線のような中で戦った歴史ありますから、法律作るとやっぱりこの法律をしっかりさせてもう武器を与えると、ボン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 決められる武器を与えるから戦えと。ただ日本はむしろここへ書いたんですがね、こうちょっと書いたんですが13ページの一番下見てください。13ページ下にページが書いて、13ページ一番下にこの図がもう 図で分かる。だからねそのここでね、あの EU 市民は GDPR を武器にガーファと戦うのか大変だなってこう正直日本思うわけですよ、ね、全てを役所のお任せの方が楽ちんでいいなって、これが日本なんですよね。だからこれ持ち出してもね、私もいろんなところでこう言うんですよ、個人情報保護をちゃんとやらなきゃいけないんだと。だからこんな独禁法とかね、デジタル課税とかやったってね、独禁法なんかね、公平取引委員会って今の英語力じゃね絶対できないからと無理だから。だからこれで市民に武器与えて、でもみんなやっぱりいや、やっぱり役所にお任せの方が楽でいいなと、俺戦えなんてねとんでもないってなるから、やっぱりもうそれで法律をみんな役所が作るから行政が作るから、あと国会議員はねチャンシャンシャンってやってねもうだからファイヤーっていうのもちゃんと国会議員務まるしまあそれはあのですからそれが大事なことなんですよね。あの相撲取りがいろいろ国会議員になりたいとかね大事なんだけど大事なんだけど、多彩な人が入るのはいいんだけど、だけどやっぱり議員が法律を作るという憲法を見るとそう書いてるんですけどね、だけど全然法律作ってないもんだから役所に全部お任せで、
あとだから国会議員がロビーストみたいになっちゃってこうやってくれ、あれてくれってね。だやっぱここはですね、個人情報をどうするかのですね、交換の問題についてはですね、自分だけやらない限りはですね、また役所に作らせると、役所はここをパスして、こことここ、デジタル課税と独禁法とか、そういうあの通信事業者法とか、そういうもので、そのやるっていう形になるんでね、だからここどうするかと。それから、もう一度13ページの下の方、ちょっと中のその表を見てください。13ページの図表の下を見ますとですね、今お話したのはですね、同意の撤回、それから忘れられる権利、それから児童処理に基づく、決定にはですね、付さなくても良い権利、それからダイレクトマーケティングを拒否する権利なんです。これダイレクトマーケティングを拒否する権利っていうのはですね、どういう権利かというとですね、この14ページの一番上を見てください。で14ページの一番上を見ますとですね、そこにダイレクトマーケティングを拒否する権利で、例えばですね、その14ページのところに一番上なんですが、これもうずこれだけは分かりやすいって評価できます。市民がですね、その例えば14ページのところですが、そこにですね、市民がですね、ガーファとかバット、バットっていうのはあのアリババとかですね、中国のやつですね、とか楽天とかヤフーなど、こういうのをですね、デジタルプラットフォーム企業って一応役所言ってます。で、この実例としてですね、ダイレクトマーケティングを拒否する権利と、ネット上でホテルの空き室を検査する、あるいは商品を購入する、すぐさまピンのホテルに同じような商品がですね、PR が PC などのスクリーンにですね、頻繁に表示されてメールが送りつけられて、これがクッキー技術を使ったあのいわゆるターゲティング広告なんですけどね。で、ターゲティング広告はその GAFA 四強といいますけどもの重要な収入源なんですね。多くのサービスは無料を装ってますが、しかしですね、消費者は実際には個人のデータの提供という対価を負担しています。つまり消費者はですね、自分の知らないうちに自分のデータが利用されている、しかもどれだけ利用されているかもわからない。 EU のGDPR はこうした個人データ利用に関する不明瞭会見に対してデータ主体がノーと言える法的権利を定めたわけですね。ですからこれが今の権利、だからまあ簡単に言えばですね、あの日本もまあ、拒否できると思うんですけどね、それがちょっとはっきりしないというところがあります。次にですね、13ページもう一度戻ってください。13ページのですね、図表の3を見ていただきたいんですが、そこにですね、 EU 市民の個人データの EA というのは、EU プラス他のリステンシュタインとかちょっと入りますので、その領域外の持ち出し移転の原則禁止というのを謳いました。でこれはどういうことかというと、欧州委員会ですが、EU 並みの個人情報保護水準に達していると認定した第三国や地域に限ってデータを持ち出して OK と。で、これどういうことかって、十分性の要件といって、例えば日本の場合は十分性の要件が整ってないとすると、どうなるかっていうと、各EU に進出している日本の企業がですね、そこ行って個別にそれぞれ進出している国のデータ保護機関と交渉して、その十分性の認定を受けてもらわなきゃいけないという形になっているわけなんですよね。ところがこれは国と国との間でこれが OK ってなればいいということで、その個人情報保護委員会がですね、先頭に立ってこれはやったんですよね。一生懸命やりましてですね、19ページの一番下のところにですね、これ書いてますね。いわゆる個人情報保護委員会はですね、個人市民のためより法人企業のためにはよく働く。なぜかというとですね、
EU の GDPR の下で EU から国としての十分性の認定のお墨付きを得るためには先頭に立って EU 側と協議した、このお墨付きがですね、この枠組みが OK になってですね、今年の1月23日に発行しましたから、日本の企業は EU に進出した場合に各個別にその認定を受けなくても OK というふうになったんですね。これはだから日本企業がもし受けてないと、要するに例えば日本の航空会社がですね、EU の乗客の個人情報を持ち出すとなるとこれはできないんですよね。だから企業はできないという形になる。だからそれを OK にするためには各企業がやってもいいんだけども、国としてやりますという形で個人情報保護委員会一生懸命やったわけです。だから個人情報保護委員会ってそういうことは一生懸命やるんだけど、自治体でね、再委託で個人情報がどこ行ってるのかよく分からないと全くやらないんですよね。だから誰のために個人情報保護委員会っていうのはあるのかと。でそれを言うとね、この20ページなんですね。20ページをちょっと見ていただきますと、20ページのところを出すと、そこにですね、個人情報委員会って何ね。でそこの市民から見た個人情報保護委員会って何、ね、個人情報委員会って本当に第三者機関なのか、個人情報個人番号の実施抑散機関ではないかって、こういう感じ。だから名ばかり第三者機関ではないかっていうと、この個人情報保護委員会の任務についてですね、ホームページで PR してみますと、個人情報保護委員会のですね、個人情報図表の7です。個人情報保護委員会は個人情報、マイナンバー、個人番号を含むの有用性に配慮しつつ、その適正な取り扱いを確保するために設置された独立性の高い機関ですと書いてますから、つまり企業寄りなんですよね。有用性の忖度機関なんですよね、このホームページでね。だから当然これから見ると、その EU とのですね、十分性の認定のね、交渉なんかやるわけですよ。だけど我々から見ると EU も EU でね、日本と関係悪くしたくないからね、十分性の認定の協定に OK したんだろうけど、同意したんだろうけど、承認したんだろうけど、日本の個人情報を法制の本当のところが誰も発信してないっていう問題があって、だから英語でピシッとこれを発信して、日本の個人情報法制こういうことだよって発信をした上で、 EU 制が本当に十分性の認定をするできる個人情報法制を持った国なのかどうなのかということが問われてるんですけども、しかしだからそこのところはどうするかということは、やっぱり原理法かなんかで対応を出さない限りは絶対に出てこないんですよね。だから先ほど言ったようにね、図表の8で言うようにですね、委員会は国の行政機関とか自治体には指導できないような法的仕組みになっていると。なぜならば国の行政機関とか自治体などが個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に含まれていないからなんですね。それからただマイナンバー付き個人情報の取扱いについて、行政機関などについての指導監督等の対象をしていますから、その取扱い者に対して助言指導ができる権限を有していると私は解釈できると思うんですけども、まあその辺がですね、どうなのかという問題があるんですね。だからまあその図表の9に書いているように、その個人情報保護委員会の規制対象というのは、国の行政機関とか自治体とか独立行政法人など個人情報取扱い事業者に該当しないからダメだというところをですね、法制上どうするかというところをやらない限りは、何をどうしようと、もう何が起ころうと、個人情報保護委員会が、まあ、職員の方もなかなか私たちの法律による行政で動いてますから、法律がそうなってない以上は私たちやることはできませんというか、まあ、なかなか大したもんだなと思います、ね、いや私も法律やってる立場として、まあ、私ももし職員だったらそう答えるだろうなと思いますけどね。しかしね、どっちに寄り添ってんだって思うと、要するにだから企業に寄り添って有用性の方なんですよね。だからビッグデータなんかはですね、どんどんさ、扱っていって、今回の税制、法改正でもどうなったかっていうと、その19ページのところ見てください。
ごめんなさいね、時間がないんでね、はしょって飲んで やらないとね、これ2時間ぐらいきちっとやらないとダメなんでね、ほとんど時間がなくなって、大学の授業やってもいかねんで、ここでやってもいかねんって言われちゃうんだけど、EU と日本のビッグデータ、プライバシーの取り扱いを比べる、まあ、ビッグデータの利活用の法的規制の強化、個人データの取得、収集の同意の厳格化、つまり、主体の同意の撤回権の保障と、データ主体の先ほど言ったですね、削除請求権、それからデータ主体が利活用方法などを問う権利って、こういうものを全部保障してますから、ところが日本の場合はどうかというと、ビッグデータ、つまり匿名化して個人情報、まあ、これ、法律三本化されてますから、いわゆる行政機関個人情報保護法では、非識別加工情報って言ってます。ところがですね、基本法である個人情報保護法1回はですね、匿名加工情報って言います。ですからちょっと違うんですけど、これをに英語ではビッグデータという、日本語で言うと非識別加工情報、あるいは匿名加工情報は原則と個人情報にあるんです。利活用は保護自由と。またビッグデータに関してだけは、公民双方について個人情報保護委員会が担当できるってなってるんですよね。何なのかこの法律もですね。だからビッグデータは民、公ですね、公民って言うとなんかちょっと、ね、官民って言った方が好きなんだけど、最近新聞は公民って書くようになりましたからね。ちょっとあれですけど、まあ公民でも官民でもいいんですけど、ここのところをどうするかということなんですよね。だから何もやっぱりここの知らない間に通信事業法とかいろいろ改正されても何も分かんないって感じでやるんですけど、ここをどうするかと。ですからまあここがあるってことですよね。それでそのデータの、それから今出てきたデータの削除権っていう問題ありますよね。忘れてもらう権利。じゃあ日本と EU ではどうなってるのか、これ非常に重要なんですよね。でも絶対これは総務省がやりたくない。こんなものをやったらですね、企業がマイナスになってしまう。だってデータ資本主義なんだから。そこね、21ページのですね、一番上のところで、21ページの一番上ですよね。我が国ではですね、最近法律が改正されて、まあこれ個人情報法の改正ですね。で、その個人情報取り扱い事業者は個人データを利用する必要がなくなったときには、遅滞なく当該個人のデータを消去するように努めなきゃならない。努めなきゃならないということは、つまり努力義務なんですよね。こういうふうに改正したんです。19条でね。ところが EU の場合はデータ保護指令では情報を提供した個人に対して削除権を認めて、つまり従業員が事業者に個人情報を提供した場合、例えばですよ、に法定期限が過ぎたなどの理由でその事業者、従業者は事業者に対して自分の個人情報を削除してもらうことを権利として認めましたから、これが忘れてもらう権利。だから EU で問題になったスペインのケースですよね。 Google に掲載された自分の過去の犯歴を削除してくれというふうに Google にやったら、その Google はいやーって言って、 EU の司法裁判所で最終的には忘れてもらう権利があるから削除しなさいって命令して、Google だけですからね、そのガーバーで他もあるんだけど、 Google に対してやったら Google は削除したんです。ところがその後でこの EU がデータ保護指令を作った時には、一応この権利をピシッと法律の中に削除権を入れましたんで、ですからそうすると日本法と国会を不要になった個人データの削除は努力義務、日本はですね、 EU の、21ページの今ところつなぎましたね、EU の GDPR は削除を求める権利、つまり請求権として、忘れてもらう権利として、規定した、埼玉地裁のケースでも一応、そういう判例は出したけど、
控訴審に東京高裁はそういう権利なんか日本はないんだと、何考えてんだってんでバッサリしましたけど、しかし日本もやっぱりここのところをどうするかと。ですからこの先ほど言ったようなこの権利が認められると、図表の10の図表の10ね、同じところね、 EU 並みの削除してもらう権利が公認されると、私の個人データを削除してねって個人が言うと、事業者である Google はい分かりました削除しますってなるんです。それからこれは EU の場合は官民公民両方に適用になる法律ですから、行政機関についても同じような問題がここに対して要求されてくるってなりますよね。だから当然ここはですね、民間機関だけを入れてますけど、だからそこのところをですね、どういうふうに、考えていくかということがあると思います。で、まあそんなに難しく言わないんですけど、それでですね、この5ページのところを開いてください。少しは GDPR も説明しないと怒られるでしょじゃあだけど時間がないからね、もうギリギリでやってるから、細かいところちょっとやってないんで、ね、そこにね、今までですね、データ保護、 EU はデータ保護指令という形だったんですね。ディレクティブだったんですけど、それをですね、データ保護規則に改正しました。ですから2018年の5月25日前まではデータ保護指令、それから2018年の昨年の5月25日からですね、データ保護規則と、それじゃあ指令とどう違う。指令というのはですね、モデル法のような存在で、データ保護は各加盟国が制定した国内データ保護によると。だからあくまでもこの基準を示す。例えば EU の付加価値税なんかはですね、付加価値税って日本の消費税ですが、あれも指令なんですね。指令ですから各国がその付加価値税法を定めると全部違うんですよ。全部違う、ね、だからそういうふうに指令でやるって場合そうなる。ですから個人データ処理に関する個人作業部会を設置して、そこが全体の取りまとめをすると。それから情報プライバシーの権の確立と、それから各加盟国が国内法に基づく法的規制の枠組みを一応審議すると。これがデータ保護規則になりましたから、規則っていうことはどうかというと、国内法なしに直接適用。だから加盟国は嫌だって言ってもその規則に従わなきゃいけない。今までは結局そうするとデータ保護指令の時代はちょっと緩くして企業を誘致しようとかそういう問題できたんだけど、今できないんですね。全部その EU のこの厳格な規則に基づいてやると。で結局これになってですね、各加盟国のデータ保護法はですね、監督機関に関する部分を除き原則と廃止。監督機関というのはですね、結局 EU の各国が監督機関を持ってですね、そこに企業が支店とか何か置いた場合にはそこが規制をするという仕組みなんですよ。ですから監督機関については一応全体の EU の規則規定に従うんですが、各国が一応維持をするという形になるんですね。でただしその原則としてもうそこの部分、監督官に関する部分を全部廃止しましたから、規則を直接適用すると。ただし雇用、それからジャーナリズム、研究など各加盟国の立法によることができるという形になってますから、この場合は一般データ保護指令ではなくて特別の法律で、やるという形になります。ですから GDPR の、いわゆる特段の規定、別段の規定でそこを定めるという形になるということですね。それから先ほど言ったですね、データ保護指令であった前に廃止されたデータ保護指令29条の作業部会はですね、欧州データ保護委員会に改組。ですからここがもう統一的に一応ですね、きちんとやると。それから個人の法的権利、個人データの自己コントロール権の強化。ですからここなんですよ、ここの上の方をどういうふうにですね、これが
いわゆる情報プライバシー権をどうするかの問題ですよね。今まではこのプライバシー権あるけど、情報プライバシー権どうか。だからそれがさっき言った一覧表に近いようなものですね。だから日本の場合はこれが全然あれでダメだし、それからだけど役人はこんなものを武器与えるなんてとんでもないと思ってますから、やりませんから、絶対やりませんから、もう任せておくと絶対やりません。こんなやったらですね、自分らがもう攻撃に遭うだけですからですね、そんなのなくてもやられますからですね、それは絶対嫌だってことなんですね。それから規制が十分でない第三国地域のデータ移転の、その原則禁止及び制裁の強化、過料何億円っていうちょっと日本があるんですね。そういうふうにで問題はね、問題はこのここのね、日本の、いわゆるデータ保護が十分でない三国に対してデータのその移転を禁止は、これは個人情報保護法を改正して役所は入れてはどうかって言うんですよ。というのはこれはいわゆる個人の権利に関係ないから、わかるでしょ。むしろそうすると要するに国内の、楽天とかそういうところを守れるから、ね、だけど個人に権利を与えるなんていうのはもうとにかくとんでもないから、それはもう一切やらないと。あとそれからこの先ほど言ったようにネット空間でさまようガーファとかこういうところはね、あれがないんですよね。要するに拠点がないんですよ。実際はあるんですよ。なぜかっていうと、要するにまだね、例えばこういうねお茶があるでしょ、それでパソコンの前にこれ置いてね、ヒューって言ってパッと届くようになれば、この現実空間はいらなくなるんですよ。だけどそれは多分 99% 不可能なんですよ。だからそれも結局配送とかそこは残るんですよ。ロジスティックスはね、ロジスティックス残るんですよ。だから郵便局をね、わかるでしょ、もう要するに手紙なんか全然ダメだから、もう要するにUパックになっちゃったでしょ、Uパックは残るんですよ。だけどそこをこのアマゾンとかこういうのどうするかって考えてるから、それをドローン使ってポッと持っていけないかと思ってるわけですよね。現実空間でそこで AI とかを使ってやろうとしてるわけですよね。だけど本来はだからここのできない部分は残るんですよ。だけど大学なんか残る可能性ほとんどないんですよ。ない、うん、だから明治大学なんかもね、もう1日の電気代が100万円なんだって、もう要するに豪華な校舎だったからね、もうやめてネットにすれば安くなったみたいな。いや本当なんですよ。だからアメリカは今ね、ネット大学とそれからこの現実空間大学の競争ですよ。つまり例えば実験施設とかどうしても必要なところは現実空間残るんだけど、文化系はもういらないわけですよ。だから結局だからこのデータ独占してるから、Google とかこういうところはどうなってるかというと、日本のその金融なんていうのは金融証券っていうのはみんなデータ化できますから、ですから現実空間にある必要はないですよね。でこっちへの行くと、そうするとデータになりますから、そうすると今 PayPay とかああいうものをやってますけど、あれは全部要するに いわゆる現実空間で通ずる5000円札とか1万円札がいらなくなるってことだから、こちらへ移るんですよね。移るんですよ、将来的に。だから全員がこうなるかどうか別として、まあとにかくほとんど移るから、金融機関の決済業務っていうのはありえないんですよ、将来的には。ああ、でと同時に今度は余震ね、お金を貸したりね、それもGAFAとこういうとこが情報全部握ってるから、使うたびに何使っていくら持ってるか全部分かってるから、だからそうすると銀行業ってとか証券業って成り立たないんですよね。そして AI でもって処理するからね、AI で処理して大体そのなんだセンキュラリティが何年だっけ、2045年か、2045年は AI が
AI とかロボットが人間の知能を超えるという予測なんですよ。2045年ですね、2045年。だからそういう状況なんで、だからまあだから大学もネット大学になれるし、それからまあそこでも非常に難しいのはね、昔は私たちCD を買ってたでしょ。そうすると外国から CD を買うとなるとやっぱり国境を越えるんですよね、現実空間でなるとね。でも今ネット配信だから、そうするともう税金もどうするかの問題もあるし、それから現実空間でもういらないって。だからそういう金融とか、そういうミュージックの配信とか、それから書籍とか、そういうものっていやいらないんです、はっきり言って。だからもう私も家で仕事してるとね、もう大学の図書館なんかで行かないんですよ。今全部 VMP で全部取れるんですよ。新聞も日経から朝日から全部取れます。でこうやってこう一生懸命配ってるけど、私はこれ大学のデータベースに入ると同じものが全部取れちゃうんです即何年分も。いいかどうか別ですよ、いいかどうか別ですよ。だからデータ空間に移るものあって、だから今度はでしょ、国会の議事録とするのも全部データベース化するんでしょ。そしてだから紙で残さないんじゃない、そのうち、だからそういうふうになる時代なんで、だからそれに合ったその国境のないところと、それからこういういわゆるデジタル経済、データ経済っていうところに対してどういう個人情報をかける、保護をかけるかと、ね、それを要するに日本は政府規制で何とかしようとしてるんですよ、ね、役人規制で、ね、行政規制で何とかしようとして。ヨーロッパはそうじゃなくて、もう要するに個人に武器を与えて戦えると。だからどっちの道を選択するかということですよね。でも多分日本は役人に権限を与えて役人に規制をしてもらうというふうになるんじゃないかなというふうに感じるんですよね。だからここへね、最後に書いてますけどね、21ページの最後を見てください。でね、21ページのところます、ここにね、結びに変えてってあるでしょう。そこにグローバルな IT 企業独占資本主義、あるいはデータ監視資本主義なんていうことは言うんだけど、日本の IT 企業に乗れてないんですよ、全然。もう太刀打ちできないんですよ。もうこのまま来ると例えばね、アマゾンが来ると全部図書館と本屋が潰れちゃうんじゃなくて、配送業者が残りますよ配送業者が残るんですよ。だからもう学生にもう配送に行けって言ってますよ配送に行くんですかっていうか、金融なんか行ったって法学部出て、まあ、どうするって、何にも使い物にならないよって。もう IT 技術者ならいいけど、君なんかフィンテックなんかできないだろうって ね。もうだからそういう状況なんで、だからここね、日本の企業って、日本の IT 企業としてはね、どうかっていうとね、ここに書いてあるのは図が一番わかりやすいと思うんですけど、グローバルな自由なね、市場競争には勝てないってね、お役人様政府規制でガムを成敗してってね。それで市民の方に散々市場競争ファーストとか規制撤廃とか叫んでいて、勝てないとなると役人だらけ、政府規制を策く情けない連中やなって。だけどこれが現実なんですよ。だから今そこで出てきたのはどうなってるかっていうと、ここはね、ここはちょっと見ましょうね。ちょっとあれしてますけどね、その15ページの真ん中ぐらい、15ページの真ん中ぐらい、そこにね、政府の巨大 IT 規制検討会、ね、デジタルプラットフォーマーをめぐる取引環境整備に関する、中間論点整理っていうのをですね、昨年の12月11日に出しました。それは何かというと、我が国の政府3機関、経産省、それから総務省、公正取引機関、分かるでしょ、これ、なぜかというとね、総務省は個人情報保護とかそれだし、それから18年7月に設置したデジタルプラットフォーマーを
デジタルプラットフォーマーというのはこの GAFA ですね。要するに現実空間には拠点は持ってないんですよね。でこういうネット空間の中で国境のないところで、商売してる連中、それのデジタルプラットフォーマー。プラットフォームっていうのはその車あれに乗るとプラットフォームあるでしょ、列車に乗るとあれですよ、あれをプラットフォーマーなんですよ。プラットフォーマーってそこへみんなこう見なきゃ泊まりのように泊まるのをプラットフォーマーって言うんですよね。だから IT プラットフォーマーをめぐる取引環境整備に関する検討会が9回の会合をやってるんですよね。そして昨年の12月11日にですね、中間報告整理を公表して、中間報告ではですね、ICT というのは、いわゆる情報通信の技術やデータを活用して第三者にプラットフォームを提供するデジタルプラットフォーマーである GAFA、BAT っていうのはバイドゥ、アリババ、テンセントですけども、それから楽天、ヤフーなどに包括的な政府規制をかけることが狙いと。で、デジタル市場における公正自由な競争の実現と。で、公正自由な競争っていうのは、いわゆる、資本主義っていうのは、市場主義ですから自由にしておくと独占が発生する。だからいわゆる形式的自由じゃなくて、いわゆる実質的な自由ってことですよね。実質的な自由を確保するためには公正取引委員会とかそういうものが活動するっていうのは、理論的にはそういうふうに言われてるんですね。だから多分今の場合は GAFA とかこういうのは何も規制かかってないから国境のないところで何もでもでかくなるっていう状況があるんで、これに実質的な自由を確保する。形式的な自由はもう要するにあれだから、ね、だから実質的な自由を確保するという感じでですね、まず GAFA など巨大 IT に対して優越的地位の乱用があるということで公正取引委員会が独禁法による規制をかけると。それから総務省は GDPR に倣って外国 IT 企業に代理人設置の義務化を提案と。しかし肝心の市民のプライバシー権強化について全く伸びてない。いくらか中に入っている EU はね、 EU の GDPR のように個人にプライバシー権をちょっと認めた方がいいんじゃないかっていうことで全く意見があったって言ってると全くもらえないんですね。だから絶対嫌だから総務省は、個人に武器与えるなんて絶対嫌だから。だからそこになってるんでね、このだからこの域内に恒久的施設を有しない企業、これ GDPR ではですね、ここ原則として EU に管理者または処理者代理人を置くように求めています。ですから そしてその企業がデータ保護規則に違反した場合、その代理人が責任を負うという形になっているので、これを入れたらどうかって言ってるんですよね。だからつまりこういうことでしょう。 GAFA とかもう全然国境のないところで活動してるから、じゃあ何も本当はあるんですよ、拠点。アマゾンでも。なぜかというと、配送センターとかあるんだから。あるんですよ。だからそこにピシッと仮定すればいいんだけど、要するに、日本とアメリカの政治力の問題なんですよ。できないんですよ。できない。残念だけど。もう、みずほが弱すぎる。ちょっとそれ消さないでいや、もう藤原先生一生懸命頑張ってるんだけど、いずれにしろね、だからそこのところはできるはずなんだけど、だけどじゃあ要するに個人情報保護法の中に、規定をちゃんと置いてね、そのもし拠点がなければ拠点を置くようにすると。そうすると拠点、要するに税金もそうですよね。拠点があれば支店とか、いわゆる公共的施設、パーメネントエスタブリッシュ、PE があればそこに課税できるという仕組みがあるので、これをやろうという形は提起してるんですよね。だけどそれ以上のことは言ってないんで、だからやっぱり市民団体とか市民運動体としてはやっぱりですね、その EU の、 そのこういうね、拠点を置くとかね、その代理人の規定ではなくて、やっぱりいわゆる情報プライバシー権をきちっと法律の管理に盛り込んで、この国境のないサイバースペースに対する
対して、日本の市民の個人情報をどう保護するかっていう議論をしっかりしないといけないところなんですよね。だからまあそれが問題点なんですよ。ダメ、分かった。いやごめんなさい。なかなかね、この字読ませないようにしたんだけど、本当はね、これ一件一件やってもいいけど、大体言ってることはあの日本との制度設計ではですね、今のような形の方が分かりやすいと思います。多分これずっと読んでいくとですね、みんな最後には一人いなくなる、二人いなくなるちょっとそういう感じです。まあ大体1時間ということですね、うん、はい、以上です。終わりました、はい。資料にいろいろあっち行ったりこっち行ったり、しましたけども、逆にその方が分かりやすかったんじゃないかっていうような話だったと思います。じゃあ一応30分ぐらいをめどに皆さんの方から、質問や、ご意見をちょっといただいていきたいと思うんですが、まず基本的なところで何かこれ分からないとか、例えば説明しなかったけどみたいな、そういうようなところでありましたらお受けしますけど。ネット右翼にならないように。どう思いました？大学は必要なくなるんじゃないかというような衝撃的な話もあったんですけど、だから実験系の大学とかも来ますけど、文化系の大学もいいかどうかはね、政府とか行政とかが必要なくなるんじゃないか。だから現実空間での拠点っていうのは必要ないと思いますよ、僕にやつると、まあ、だけどさっき言ったようにね、さっき言ったようにだってやっぱり市役所だって紙おむつを配ったりしなきゃいけないでしょ、うん、そうすると物流としての市役所は残るんじゃないですか。パート口はネットでもできますけどね、うん、だからなかなかですね、そこでもね、で今度仮想通貨とかそれからデジタル通貨が出てくるから、そうするとこの今持ってる現金っていうのはいらなくなるんでしょうね。だから今非常に問題になってるのがね、どうしても人がいるところにあるんですよ、運転とか、ね、そこは要するに現実空間残るんですよ。分かるか。でこれを AI で人手を使わないようにどうするかっていう議論なんでしょ今。自動運転ね。だけどこっちのサイバースペースと、それから国境のないサイバースペースと現実空間、サイバースペースサイバー空間って言ってネット空間って言ってもいいんですけどね、これとは分けて考えなきゃいけないんで、でこっちに移れるものと移れないものがあるんですよ。だから市役所の窓越し業務とかそういうのがね、こっちでもできるんですよ、運転免許もなくね、こっちでも。でも市役所でそこでどうするかとなると、やっぱり拠点として残さなきゃいけない部分もあるんです。それから災害のあるとか消防とかそういうのは残さざるを得ないでしょ、介護実動部隊にして、うん、だけどその指令とかそういうものはどうするかっていうと、どっちでもいいものもあるんですよね。それから例えば教育なんかでもそうなんですけど、確かにこちらの方に移れるんですけど、しかし小学校の教育のように全人教育、全体で集まってやらなきゃいけないっていう教育とかは、やっぱり教育も現実空間で残さざるを得ないと思うんですよ。大学の文化系のよくわからん教育が現実空間に残る必要があるかどうかっていうと、私もいらないじゃないかなって感じ。そうすると私がバミューダかなんか行って、タックスヘイブンのバミューダかなんか行ってね、バミューダパンツを着ながらこれから講義をしますってやれば、
みんなその家で見ればちゃんと抗議取れるわけだから、抗議取った後はだって今採点なんかでもどうなってるか、大学の採点どうなってるかというと、私なんか今200人ぐらい教えてるんだけど、そうするとね200名の記入を、ね、ネットのウェブから入れるんですよ。一個間違うとドミノ倒しの意味が違うんですよ。いやいや、恐ろしくてもうね、もうそれに半日ぐらいかかっちゃうんですよ。だって一個一個全部確認しなきゃいけないんですよ、入ったもの。で、ワンクリックすると全部送られちゃうんですよ。だから自分いらないんですよ。いますけどね。だから、まあそういう状況な、いやだから、いやそうですよ。だって、大学の通知も全部、大学ウェブにアクセスして、そこでボックス開くと全部出てきますから、それで OK ですから。だから点数もそうだし、レポートの提出も全部そうだし、だからなんであんな施設が必要なのかなっていう感じを受けるけど、だからよく学生に君らの孫が来る子はこの大学はないと思う。施設としてのね。いや、大学二次試験だってもよ。大学の試験はね、レポートにしちゃうと問題ないんですよ。で、例えばね、アメリカで運転免許の試験を受けるとどうなってるかって言うとね、まあ、ずいぶん昔ですけどね、私ワシントン DC でね、免許の、日本の免許はもう、だからその絵とはですね、免許を受ける。そうするとね、パッと画面が出てきてね、パッ、ポッ、タッチパネル、パッ、で、ポッ、ツイ、パッ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 ってやって、バーッと出てきて、それで、ああ、じゃあ僕は OK ってなると、で、ダーッてやると、メキシコって出てくるんですよ。うわ。それ20年前ですよ。で、今はもっとすごいと思うんですよ。だから、要するにもう、だから、それはだから、まあ、もしかあれだったら、こっちでやろうとするとね、家のパソコンでやればいいわけですよね。だから、そこまで来ちゃってるから、だから今、だから逆にネットでやると、私、横浜国大で教えたりすると、インドネシアの学生とか、いろんな学生、特にそれ英語でやってるコースですからね、多分いろんな国から来てるね、ネパールだとか。でも、それにレポート出させるのは全然問題ないんですよね。だって、夏休み国に帰ってるでしょ。ネットで出せばいいでしょ。で、同じものが出てくる可能性ってないから、国があれだし、それから同じものだと私がそれチェックしてやりするからね。だから大学なんかは一番できますよね、だから前は今は一応紙で書かしてるんですよ、ね、ペーパーはね、あれをどうするかですよね。で、私がアメリカのロースクールにいた頃はね、みんなタイプライターで試験を受けさせましたから、だから今アメリカのロースクールは多分ね、パソコンの何も入ってないパソコンでそれでバン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 出せるんじゃないですか、その、デジタル の、 試験の答案を出てそれでバン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 打ってね、でワンクリックすればね、今日の方行くと。ただアメリカのロースクールの場合は特に匿名が出てくるといけないから、県名が出てくるといけないことになってるので、要するにどうなってるかというと、要するにペーパーの試験はペーパーの試験なんですよ。それから平常試験とせっかくクラスパティシペーションとかあって、ペーパーの試験だけはその匿名なんですよね。匿名ってことは試験受ける前に事務局行ってくじ引きで引くんですよ。そして15番とか書いてるんですよ。で15番以外書けないんですよ。だから事務局の方でマッチングして初めてそれが何点か分かるんだけど、教員の方として誰の答案とか分からないんだって。だからそれで教員の方、事務局は教員の平常点とそれを全部入れて全部点数を出すという仕組みになってますから、だから日本のように、ね、私は運動部の何々で委員長を取りましたとか、しょうがないな、60とかね、そういうことはないんだけどね、ちょっとこれいかんな、いやいや、一般にですよ、特定の大学ではなくてですね、だからそういう状況ではないんですよね。だから、まあ、
確かに身代わりとかなんとかあるかもしれないけど、しかしアメリカの場合はそういうあらゆるそういう公認会計試験とかそういうのは全部会場行ってそこでデータで受けますから、だからまあああいうなんていうんですかね、センター試験なんかもやっぱりセンター試験のあれがその特設の施設を作ってそこ行って学生がこれでバン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 打って受けられるって形でいいと思うんですけどね、あれ大学であんなにみんなに不益を課してねやるっていうのはもうちょっとやめた方がいいと思いますよね。だからそれが そろそろ時間がね結構来ていて近未来社会こうなるんじゃないか、もう現在そういう話におそらくなってきてると思うんだけど、その石村さんの話の中でやっぱりサイバースペースを現実空間っていうそれをきちっと議論として分けながらね、分けなきゃいけないやっていかなきゃいけないっていうところが基本。いやそうなんですよ。だからね、私ねうちの目のことに話した時ね、これの見た時これのね説明が全然できてないって言ったんですよ、ね、なぜかっていうと私たちはこうやって打ってったりそれからスマホも何でもやるけど、何なのかよくわからないと。だけど現実空間でスマホは打ってんだけど取引は全てここでやってるわけですよね。でこの取引でやってるのが楽天だとかそういうとこなんですよ。一応施設は置いてるけどね、置いてるけど現実空間に施設置いてるけどここでやってると。だからしかし個人情報はここで流通してるわけですよ、ここじゃないんですよ。だけど EU はだからここで流通する情報を特に国境がないもんだからね、それを全く野放しにしておくと要するに大きいとかどんどん大きくなっちゃうと。だからそれに対して規制をどうするかということで EU は一応個人情報保護法で規制をかけようということで GDPR を作ったということですよね。今日のお話の一番の、ね、根本的なところというのはその考え方。そうなんですよ。そこは気になると思うんですけど、これをもうちょっと話してないんですけどデータローカライゼーションです。それをちょっともうちょっと先に、はい、いいですよ。ちょっといいですか、ごめんなさい、はい、はい、いや本当はね、いや何ページって言われると、あ、分かりました、14ページ ですね、なんか近未来の話ばっかりして良くないと思いますじゃあ現実か14のところね、日本はですね2016年にですね官民データ促進基本法で作ったんですよ。これはね議員立法作ったんだけど、これは結局 IT 企業から、要するに IT 企業がうまくいくようにという形の法律を作ってくれっていうんで一生懸命やったんですよ。ところが結局この法律はどうかというと悪平等で、こんなね GDP いわゆる GDPR もね、GAFA もね、それから楽天も全部同じ基盤でやれっていう法律なんですよ。で結局そうすると要するにまあここのところで勝負している連中はいいわけでしょう。だけどここで一生懸命ものづくりをしている企業とかはこれは別なんで、ここに対して自由に活動できるようなものを作れって言ったんだけど、だけどこんな自由なことをやらせるとどうなるかっていうと、この GAFA にほとんど市場を食い荒らされちゃって、もう誰もアマゾン以外で物買わなくなっちゃうわけですよ。だから紀ノ国屋とか本屋をみんな潰れちゃうわけです、さっき。ね、あと宅配便だけはなんとか残るんだけどロジスティックスのとか残るのは残らない。だからこの法律っていうのはそういう作ったんだけど、それが要するにあんまりまあ議員はあんまり考えなかったんだな要するにジャパンアズナンバーワンだと思ってるわけですよ。ここの11ページのところ見てほしいんですがね、施設な議員立法でね、要するにね、日本は IT 分野では勝ち組だと、ね、プライバシーなんかラストでいいんだと、ね、国内 IT 利権ファーストってこういう法律作ったわけですよ、議員に提案されて。
ところがよく考えてこんな法律作ったもののこれがそうするとさ国境のないサイバースペースでやるわけだからガーファにとってはさバンバンじゃない法律や、うん、だから要するにここは日本の楽天とかそういうねソフトバンクとかそういうところがねこういう法律議員に語って作ったけどまさか自分ら勝てると思ったわけだけど負けたわけよ負けたからお役人様の先を何とかしてちょうってだからこれをやればどうだっていうことになってるわけでだからそこがやっぱり問題でだから逆に言うとね14ページにもう一度戻りますけど EU はどうしたかっていうとねこのねそのデータの自由な流通によるね産業の活性化なんてやったらこれはもう絶対負けちゃうわけだまただから安倍首相もあのダボスかなんかの会議ってね同じこと言ってますよデータの自由な流通によるね産業の活性化って言うんだけどしかしそんなことをやったらもうこっちでは勝てるかもしれないこっちでは現実空間でね例えば扇風機作ったりねあのなんかでも勝てるかもしれないね、あの鍛冶屋でこうカチンコとかねそんなにいいかもしれないこっちはもう勝てないんですよって言っただからこれが勝てないからどうするかっていうとやっぱりそのデータローカライゼーションっていうのはできるだけ一定のその規制をかけてそのこういう GAFA なんかを国境のないところでやってる連中をどういうふうにやって国内産業を守るかっていうのがデータローカライゼーションの考え方なわけです。で、そうするとデータローカライゼーションね、データローカライゼーションを待機するデータローカライゼーション、データローカライゼーション、ローカリゼーション、ローカライゼーション、ローカライゼーションってローカライゼーションってブリティッシュはね、ローカライゼーション。オーガナイゼーションという発音でね、だから EU だからローカリゼーションというのはローカライゼーションと言ってるんですね。アメリカはこういう考え方を取ってませんから、これやるとアメリカのガーファというか活動できなくなっちゃうからね。だから、で市民は、だからじゃあもうね、市民強固のプライバシーを保留してね、4強、ね、ガーファともう戦えと。言ったんだけど、じゃあ市民の方が中国のデータ国家主義とどう違うんだろう、うん、中国は国家がデータを全部管理するという考え方だから、それと違うのか、そうじゃなくて EU のデータローカライゼーションの考え方っていうのは、個人に権利を与える。中国は個人に権利を与えるわけじゃないから。こうちょっと見るとね、データローカライゼーションというね、ローカルっていうのはデータをローカルベースにして、ね、そのローカルの、ローカルっていうのはその地域の人たちを守ろうっていう考え方なんだけど、そうすると日本はこんなデータローカライゼーションなんていう考え方は、ね、自由貿易とか、ね、情報の自由な流通に反するなんて考えて、それはなぜかっていうと、我々はナンバーワンなんだと。確かに車作ったら現実空間ではナンバーワンだった。だけどこっちではもう全然ナンバーワンじゃないやつ、新しい分野では。だから EU はだからデータローカライゼーションなんだけど、その今言ったようないろんな個人市民に対してプライバシー権を徹底的に保護することで、じゃあ、例えば、Google がね、わけわからんものをあげたって言うと、それを、ね、削除する権利を個人に与えて、削除してくれって言って削除せられないとか、やったわけです。ところが、だから、これは総務省なんかもよく知ってるわけです。でも、それを認めると、結局、日本で、ね、削除権なんか忘れてもらう権利なんか認めるとどうなるかっていうと、日本の楽天とか、ね、ヤフーとかああいう企業も全部被害を受けるわけですよ。受けるっていうよりも全部規制かかるわけですよ。だけど総務省としては外国のいわゆるこういうプラットフォーマーは規制したいんだけど、日本のプラットフォーマーが生きるような方向でいかなきゃいけないと。しかも個人に
権利を与えるなんていうのは役人社会主義には全部崩れちゃう。嫌だよ。あのもうそろそろ本当に時間がなくなって、はい、皆さんの方でちょっと今の、ことについて どうぞ。あ、どうぞ。少し意見と質問を出します。はい、どうもありがとうございました。あの、準備局に参加している出荷農連の前田と申しますが、一つ気になることがあって、その GDPR の20条のデータポータビリティに関わってなんですが、日本でそれはですね、あのデータコントローラビリティ権というように言いながら、内閣官房の IT 総合戦略室ところとかいうところがですね、情報銀行について動き出していますよね。ですから個人の情報をまさに今まではGAFAなんかに無料で提供してそれでサービスを受ける代わりに情報を取られていた。今度はまさにこの GDPR の、 あのデータポータビリティ権というのをこう出しながら、そしてあなたの個人情報コントロール権あるんですよ。その代わり、国が認めたこういう企業に対してあなたが情報を提供することによってこういう見返りがありますよってことはもう始まってるじゃないですか。ですからそれとの関係で今お話にあったように考えると、日本はその国が個人の情報自由なんですよと言いながら、国がですね管理をする企業を使って情報操作をするという動きになってるんじゃないかというふうに思うんですが、その辺いかがでしょうか。いや日本はそれはそうです。日本はね、にあります。日本はもう要するに動機が不純だから、それは当然、まあ、中国ほどではないけど、そういう認識は非常に強いですよ。だけど EU が今おっしゃったような形でポータビリティを考え、データポータビリティを考え、まあ、あの今13ページのところに一番下ですけどね、データポータビリティを考えているかというと、私は必ずしはそうなんですよね。日本はそういうちょっとあのやましいところを組みながらやってるんじゃないかなという感じはします。それに気になったのは、うん、あの我々がこの GDPR の合衆会を開いたのは、うん、このことが将来日本の中でどういう影響を与えるかということを考えるためだったんですね、うん、そこで考えたときに、あのまさに今まではタダで取られていた、だけどそれが情報銀行ができて自分の情報がお金になるんだったらいいじゃないかという、要するにあの情報リテラシーの問題、うん、まあ、あの要するにあの独禁法の規制しようという考え方もそうなんですけど、要するに情報は価値のある、まあまあ、お金に換算できるような対価物であるという考え方なんですよね、うん、だからそこの考え方をどう考えるかっていうのは非常にアメリカでも議論されて難しくって、なぜかというとないとなると規制は難しくなるし、あるとなるとそれを売ろうとする人が出てくるから、そこにどういうふうなバランスの中で規制をかけるかっていうのは非常に難しいっていう議論があります。それはあの今言われる通りです。ただやっぱりあの今特に法人の情報なんかもそうなんですけど、今まではプライバシー権っていうのは個人 その情報だと、しかしいわゆるデータというのが個人データとか、そういうデータというそのものがお金に換算できる対価投下物であるというふうな考え方になってくると、やっぱり個人に限らず法人のデータなんかも全て保護の対象にしていかないと、こういうビッグデータが個人についてはどうするかって議論で、法人についてはどうでもいいっていう形になると、これは非常に偏差的になるんじゃないかっていう議論があります。だからそこの投下物と見るっていう考え方が、私は今はそれが原則になってるんじゃないかなと。だからやっぱりそうなってくると、やっぱりそれを売ろうという人が出てくるんで、ポータビリティが、データポータビリティが、私はこういうデータ持ってるからこっちの企業に移りますといった時に金で換算していくという問題は当然出てきて、それに果たして規制がかけられるかどうかっていうのは非常に難しい問題だと思いますね、うん、っていうのはやっぱりそれを売ろうという人も出てくるから、
今は、今までは必ずしも独禁法の規定をしようとかデジタル課税をしようという時にはデータっていうのはあの金に換算できないものだっていう考え方でできたから、そうじゃなくていわゆるビッグデータ、さっきまあ言ったようにあのいわゆるその何が確認できないようにねしたような情報なんかはビッグデータっていうのは金にできないなってなると今度は規制がかけにくいという問題があるんで、そのところはちょっと今のところ確かに今言われたような議論もあると思うんだけど、あのただ金に換算できるもんだっていう形にしないと独禁法の規制とかはできないんですよね、だからやっぱり政府規制を考えるとそうなるということがあるんで、それがまあ難しいですね。ちょっと難しいですよ。金に換算できないとなるとやっぱりそういう大量データなんかをあのいわゆる保護する場合にどうするかって問題で、金に換算できるとなれば大量データをですね保護する。だから日本の場合はそれはそうじゃないんだよって議論してますけど、まあ、個人情報保護法ではですよ、果たしてそういう形でいいのかどうなのかって問題があるんですね。そこをちょっと私に回答を求めてもなかなか難しいですよ。だから理論的にはそういうことですよね。今だから公正取引委員会が独禁法でガーファを規制しますっていうのは、データっていうのはお金になるものと投下物であるからっていうその原理に基づいて禁止あのそれを規制しようという考え方ですから、あのもしそうでないとなるとちょっとまた違う考え方が出てくると思いますよね。個人情報応募でどうなんだろうね。ビッグデータは世のようにその規制の対象にね、まあ、基本的にねしないっていう形がいいのか、それはあのヨーロッパのようあの EU のようにビッグデータは規制の対象になる金に投下できるようなものだから投下物だからっていう形でいくのか、まあ、そこのところちょっとあの私はちょっとあの回答が出てないです。申し訳ない。あの今情報信託機能の認定に関する指針というのを持っていて、はい、その中でどういうその企業を対象にするかという選定基準も出来つつあるので、うんうん、で、まあ、あの EPA が EU との EPA がちょうど2月から発行しましたよね、はい、1月23日か、2月1日あ2月1日だっけ、あのですからそれで今こう EPA ね、うん、EPA が具体的にもうものが入ってくる中で、多分このことも GDPR と合わせて、このデータポータビティ権と今その内閣官房が進めているこの問題って具体的になってるんですよね。それを心配してるんですよね。ああ、それはやっぱりあの心配してほしいっていうのは、あんまりなかなか市民の前でこういう議論しても嫌がられるかなって思っちゃいます。ごめんなさい。あの気持ちわかるんだけど、できるだけあの小学生でも分かるように話しないと。いやそっちの方がいいんですよ。もう大学でも小学生でも分かる授業やってるから。あ、どうぞ。はい、どうも今日はありがとうございます。2回目なんで、よく分かりましたね。多分複数回聞いてやっと分かったかな。多分ねこの説明がね前回良くないと思った。だから今思いつきで申し訳ないんだけれども、別な問題のところで言ったらですね、はい、どうやって規制するのか、倫理の問題です。まあ生命の問題だったり倫理の問題であるし、これから法律だと、で法律に該当するのが今 GDPR だと思うんですよね。それでもう一つは国際的なこう市民運動の力でそれを取り入れて戦うっていうのも一つあるんじゃないかっていう提起があったんで、そのヨーロッパの方でその GDPR 市民の運動としてね GDPR をどう使っているのかっていうね、今日のお話の中で GDP 使ってっていう GDPR で 2,3 例があってですね、そこのところ面白かったんだけど、逆に言えば GDPR っていうのは
ヨーロッパの方で日本の企業がさっきの従軍制ですよね、向こう の、 監督機関に言いつけんでってできないかとかですね、なんか手がないかなと思ってるんですけどね、国際的なこう市民運動の力で日本の方を変えるっていうか、まあ、それは無理だ、難しいと思う。それは無理なんていう言い方は悪いんだけど、日本の市民団体英語ができなすぎるから無理ですよ発信できないの、日本で今起こってることはね。じゃあ本来ならば、その従軍制の要件のあれをやってる時にね、日本の市民団体がね、日本でこういう状況だっていうものを EU にね、うん、発信できてればいいんだけど、それが要するに日本語で発信したってこういう地域言語なんか読まないんじゃないの。だからちゃんと英語でそれを発信できるだけの国際性が、ね、あればいいんだけど、ないんですよ。うちの団体もないんですよ、うん、ないから結局もう国際的な問題とかになるとものすごく弱くて、そうすると役人が全部仕切っちゃうから、だからそこのところどうするかっていうのは無理ですよ無理ですそれは、うん、でだから EU とかはねどうかっていうと、 EU はだから市民団体レベルっていうよりも個人レベルで先ほど言ったね、忘れてもらう権利のようなものを使ってね、いやそれはものすごいですよ。だから、Google なんか全部削除してるじゃないですか。だから、やっぱり先ほど言った、日本の個人情報委員会とかね、だから法律による行政、法の支配だから、法律が我々もこれできないって言うから、できないんですよ、はっきり言うでしょ。だから法律があればできるんですよ。だから EU はだからそういう法律があるんですよ、ね、私の判例ね、30年経っても載ってると、ね、そのたんびになんか結婚もできないし仕事も見つからないと、消してくれと。もうそれ30年も経ったら時効じゃないかと、ね、だけど刑の時効はあるけど記録の時効がないんですよ。だから記録の時効をどうするかっていう問題が忘れてもらう権利なんですよ。だから私どもこうネットに載るでしょ。だからネットに載るとね、もうずっと載ってるんですよ、はっきり言って、ね、だからもう30年前の言動まで載ってるんですよ、ね、だとするとね。だからこれもう今はもうちゃんと構成して資本主義の手先になってんだと思ってもね、ファシズム名、共産主義者名って言われるような状況でしょ。だからそれやっぱり時効がないんですよね、記録については。だから情報に対して時効を作るには忘れてもらう権利っていうものをやっぱり法律で認めざるを得ないんですよね。だからそこなんですよ。ただね、じゃあ現実に例えばね、性犯罪を起こしたと、ね、それが新聞報道されたと、で私はそれのおかげで会いたくて言うけど、まあ社会の観点から見るとそういうことやったんだから、しばらくずっとそれがあっていいんじゃないかっていう議論もあるんで、そういう社会的な倫理とか法益、保護法益をどう考えるかという問題はあるんですよ。だからそれはどこで判断するかはまあはっきりしないんだけど、最終的にはもしこういう規定があればそれを裁判所が司法的に判断するなりなんなりという形になるんでしょうね、最終的にはですよ。だから倫理っていう 法と倫理っていう問題があるんだけど、法があってもやっぱり法益っていうのはいろいろあるんで、でそれをあまりやりすぎると今度は報道の自由っていうのが全くできなくなるんで、私やめてくれってなるとね。だから報道の自由とかそういう保護する 法律の利益、法益って言いますけどね、法益がいろいろ多重的に重なる部分があるんで、忘れてもらう権利を認めるのはいいんだけど、それをどこがどういうふうにするかっていう問題はあると思うんですよね。あ、だけどだからそこのとこ、まあただ今の場合、日本の場合はね、何も規定がないからね、何も規定がないから、まあ訴えた人もいるんですよ。埼玉地裁はね、
そういうやっぱりそういう忘れてもらう権利のような部分の、プライバシー権があるんだっていうことを言ったけど、東京高裁はそんなものがあるわけねえじゃないかってないとなるとどうなるかっていうと、これは法律で作るしかないです、その権利請求権として。そうするとこれは裁判所が請求権に基づいて請求来たけど、しかし報道の自由とかそういうものとのその兼ね合いでどう考えるかっていうところを判断して、これは削除すべきであるとか削除すべきではないという形になるんですね。だからあんまり削除権を認めすぎると報道の自由とか他の自由が侵害される可能性があるんで、だから知る権利とか報道の自由をどうバランスを取りながら考えるかっていう問題はあると思いますね。さて、そろそろ時間になってきてですね、今最後に忘れられる権利っていう大切な権利っていうのが GDPR にもあるっていうのが出てきたと思うんですが、あと質問したい方って他に2人ぐらい、津村さんからどうぞ。2つあるんですけれども、1つは独禁法でちょっと規制しようということだと、個人情報保護法の関係なんですけども、独禁法による規制規模であって、今までの独禁法のあり方をちょっとやっぱり変えるような中身になるのかなという感じはしないと思います。なぜかといえば、要するにデータ次第というのは個人であれあるんじゃ消費者みたいなのがあるわけじゃないですか。でそこに独占禁止法が入っていくということは どういうことなのかなということはちょっと一つ感じてるんですよね。でしかも、先ほどおっしゃったように、要するにその情報が情報は価値があるとお金であるというような話が出てきてるじゃないですか。でそうすると情報が お金であるとすれば、その情報を提供したのも勝手に使ってもいいじゃないかっていうようなその考えも出てこないわけではないと、情報銀行なんてある意味でそういう側面があるわけですよね。ですからその独禁法によるちょっと規制介入というのは僕はやっぱ相当問題あるんじゃないかなっていうふうに考えています。ですからその要するに市場の領域、要するに個人の領域に独禁法で規制してくるというのはどうなのかなっていうこと。個人を独禁法で規制するわけじゃないんですよ。だから個人の係のところに規制が入る。いやいや、そうじゃなくて、そのガーファとかそういうところが、企業なんですけどね、株式会社なのか何会社なのかよく分かりませんけども、しかしそういう企業が要するにその US そのビッグデータ を活用して US 的な地位を築いてる。だからそれについて、ね、独禁法ということで個人に対して独禁法なんか適用できないし、ただねそれを適用するっていうけど、要するに法律っていうのは一国社会主義みたいなもんなんですよ。一国しかダメなんですよ。だからだけどこれここは問題ないですよね。一国そこの中に工場があったり何があるからないわけだから、じゃあこれに対してこの国境がないところに日本の法律をどう適用するんだって、これすごく難しいんじゃないのって。独禁法をだったら日本の個人に対してね、その個人情報保護法を厳しくして、ここの日本の個人の情報を持ってる情報主体が権利行使をできるようにすれば独禁法なんかよりは楽なんじゃないかということなんですよ。だからそういうことだと思います。それで僕がもう一つお聞きしたいのは、要するに GDPR との関係、 GDPR との関係で、要するに日本が要するに十分性認定を受けたと、はい、それで補完的ルールなんかでもちょっといろいろ要配慮個人情報の領域といくつかの点で、これは日本でも法律効果があるとかっていう話が出てますよね。でそうしますと、要するにやっぱり GDPR との関係でやっぱり日本の個人情報保護法の具体的にどういう点が問題であり、
この点はこういうふうにやっぱり、解釈していく必要があるのではないのかというようなことを、まあ、その石破さん、その、まあ、税の関係ですけども、あのそういう視点から日本の個人情報保護法の中身についてやっぱ点検していくというか、その整理していく作業というのはやっぱ絶対必要なのではないのかと思っているんですよ。それでぜひ石破さんにその点で頑張っていただければなと思ってますけど、議員がやるべきことでしょう。私もそれはここに書いてるからね、その15ページのところとかに書いてるから、それは書いてる通りなんだけど、ただ要するになかなか政治っていうのはその利益がいろいろ相反するんで、その思ったものができるかどうかは分からないですよね、うん、ただEU なんかの要件で言うと、先ほど言ったようなだいたいそのダイレクトマーケティングをどうするかとか、その言ったらその13ページに出たような、ね、権利が期待となるんじゃないかと思いますけどね、うん、ただその主張は可能だけど、だけどそれが日本の場合はもう個人情報保護でやろうなんて気は一つもないから、だからそこが問題ですよね。まあ、トラさん言ったら、日本の個人情報保護法をよりマシなじゃないですけど、GDPR みたいにはならないと思うけども、少なくともそれをそれに近づけていくような法改正っていうのを、もっと積極的に私たちの方からやらなきゃいけないんじゃないかっていうことだと思うんですよ。それはそうですね。それはそうです、うん、その具体的な議論をもうちょっと。なかなかね、そこらも難しいのはね、具体的な議論したいんだけどね、あまり先ほどあったような議論をするとね、もう普通の市民逃げちゃうから、そういかに分かりやすく、いや、だからね、今日ね、もうね、前の方全然やらなかったのはね、そういうことなんですよ。もう顔見てね、これやっちゃいかんなと。ちょっと時間がない。もう一回答えちゃう。まあ正解ですけどね。どうですか。21ページのこの結びに関係というところ、このまあ日本の IT 企業がガーファ規制をまあお願いしてるみたいな感じの。これはそうですね。日本株式会社なんで。まあ、ちょっと、まあ、楽天はまあガーファに限りなく近いところだから、まあ、ちょっと例外かもしれませんけど、なんかまあ、要するにまあガーファともう同じようなことやってるわけですね。なんか楽天のいろいろ検索した後にヤフーのニュースに出たら楽天のポンポン出るみたいなのが、まあ、実際あるんですが、なんか具体的に、ね、なんかどこぞの IT 企業の社長がなんかもっともらしいこと言ってるみたいな、そういう例でもあれば。いや、私はそれは報道機関じゃないからそれはただやっぱりじゃない、アマゾンとかそういうのがね、日本の財界に加盟しましたからね、やっぱりなぜそれはちゃんと考えてるんです。やっぱりこの流れでいくと自分では良くないから、だからアマゾンとかそういうのがね、経団連とかに加盟してますよ。だからやっぱり発言しないと自分らどんどん追い詰められるから、で財界が一言言うともうすぐ役人はビビるでしょ。だからそれはもう連中がよく知ってますよ。ただだから今までは結局先ほども福島先生が言った時に言ったけど、日米の力関係の問題ありますからね、やっぱりそれにアメリカの企業ですからね、それにその抵抗できるかどうかね。だから本当はワードなんか使いたくないんだけど全部がワードですからね、もう省庁だってワード以外はさ、資料出したらもう怒られちゃいますからね、独自のソフトでねやったらね。だからやっぱりそれだけアメリカ企業っていうのはもう凄まじい力なんですよ、はっきり言って。だからそれにも抵抗してね、もう日本はワード使わなくてもいいですと、日本はワード禁止なんてやられたら逆に日本のこのサーバースペースは全てパンクしちゃうでしょ。だからその
力関係っていうのもね、馬鹿にできないんですよね、はっきり言ってね。だからやっぱりそこのところは、まあ国際協調の中でね、今こう出てきて、EU みたいなね、力あるところはね、こういう法律作ってバシッとやるんですけどね、日本がこれが産業構造の中でね、できるかどうかっていうのはね、だから要するに財源から発言することはできるんですよ。それが実現できるかどうかとなると、やっぱりそういう政治的な力関係とか、ありますから。で結局こういうガーファのようなもの、ごめんなさい、GDPR のようなものを作ってもね、結局日本の IT 産業に全部及ぶでしょう。だから逆にやっぱり IT、 日本の IT 産業の方が、 IT プラットフォーマーがね、やっぱり値上げる可能性もあるんですよ。だからそこのところのね、力関係もやっぱりちょっと考えてみなきゃいけないってことはあると思うんですよね。だからまあこの問題というのは、いろんな問題点を指摘したり、いろんなこういうふうに法律を作ったりすればいいんじゃないかっていう議論はできるんだけど、まああんまりどうなんですかね、あんまりアメリカとか本気で怒らせると本当になかなか難しい問題もあるんですよね、本当はね。なんでもう全部日本の IT なんていうのはもう国際標準とか、アメリカが国際基準になっちゃってるからね。だから明日から Google が使うな、Google が使うなって言われると、なかなかちょっと難しい面があると思いますけど、ただやっぱりだから一番のところは、やっぱり日本もEU 並みの個人情報保護を作りますよとか、そういう方がやりやすいと思うんですよね。だけど党の役所が全然やりたがらないから、それは個人にね、個人市民に権利を与えるなんてね、もうとんでもないと思ってたね。だからそうするとやっぱり独禁法だなとかって言うんだけど、みんな要するにできるかどうかよくわからないのですね。そういうところちょっと難しいことになりますね。さて、だいたい時間過ぎて、まだおそらく多岐にわたっているので、質問だとかご意見も多数あろうかと思いますけども、とりあえず今日の院内学習会のこれで取り切りたいと思います。3月6日、6日行動やってますけれども、国家運営行動を12時から13時までやりまして、でその後にまた院内学習会をやります。13時30分から。で院内学習会のテーマは今回は3月の場合は今問題になっている捜査紹介、捜査機関による捜査紹介の問題について、ちょっと交渉まだ特定はでき決まってはいないんですけれども、交渉中です。でその問題について、学習会をやります。で会場は第二議員会館の、第一会議室です。向こうのエレベーター降りたところになりますけど、ぜひお越しいただければと思います。じゃあ石丸さん、どうも今日は、すみませんでした。